和歌山県の情報をお伝えする紀の国21、今週も始まりました。中村ゆりです。東ゆかです。よろしくお願いします。さて今日は仁坂知事がさまざまな分野で活躍する方をゲストに迎えてお送りする知事と語るです。ではご覧ください。名古屋市にあるフィリックスグループ本社です。こちらは自動車のディーラーやリース、中古車販売などの事業を展開。社員870人、グループには7社あり、愛知県を中心に全国50の拠点があります。今回はフィリックスグループの社主で東海和歌山県人会の会長山口俊三さんと仁坂知事がふるさと和歌山との絆をテーマに語ります。それでは山口さん、仁坂知事、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、山口会長は和歌山県は旧熊野川町のご出身ということなんですが、まずは和歌山の思い出からお聞かせいただいてよろしいですか。僕はこういつもそれを表現するんですがね、心を洗う川がありね、心を育む山がありね、心を踊らす海があるという表現をするんですが、それほど山紫水明きれいなあの山川に恵まれてね、あの変な気持ち心がねものすごく清らかっていうかね、あの無色透明のごとく、何のこだわりもない、何の力みもないようなものを備わったような感じがするんですな。あるいは山が見ながら、あの野望なり希望なり夢なりを山を見ながらこう心を育んでくれたようなね、そういう思い出がありますね、あの綺麗な山川海の中にね、そして京都の大学に進まれた後に、愛知県の方に来られるようなことになるわけなんですけども、そのあたりはどういういきさつでお越しになったんですか。本当は大学卒業するときに大和銀行が受かってたんですよ。ところが付き合ってた女の子が名古屋の人でしてね、名古屋の豊田自動車もありますよとかこんな話になって、僕は車好きでしたから、いっぺん行ってみようかということで豊田自動車へ受験に行ったんですよ。で、まあ、2日前に終わったと。で残っとんのはその関連会社の今の愛知院正規ですね、そこが残ってましてね、そこにちょっと知り合いのその女の子の知り合いがおりましてね、で紹介してもらって受験だけさせてくださいということで受験をさせてもらったら、それ通っちゃったもんだから大和銀行キャンセルしてこっち行ったんです。愛知院正規行っちゃった。それが今日自動車関係で起きた元になってますね。もう偶然ですね。でも愛知院正規とキリックスちょっと違いますよね。向こうはパーツ、そういう自動車のトヨタのパーツ専門の会社でしょ、それがキリックスっていうのは私が起こした会社の販売専門、サービス販売を専門にする会社でしょ。こっからここへどうやって飛んでいったんですか。こっちへ来るのがね、独立したんですよ。それはこれもまたね、紀州人の気質じゃないかと思うんですよ。独立自尊というか、とにかく自立というか何かをやりたいわけですね、そういう気持ちがもう子供の頃からまああるわけですね、でその勤めて3年間勤めたんです。その間なんかこれはこの延長で何か役に立つことないかなということを思いながら仕事しとったもんです。その時にあの豊田家の三男にあたる人の息子さんがその当時常務で後々社長会長に名誉会長になられた豊田実さんという方が、と実に実行になりましたね、代わっていただきましてね、もういろんな話をしているうちに豊田関係の車のこのアフターサービスの悪さがこれは何とかせないかんという話を しょっちゅうしとったんですよ。そういうある日僕はそのサービスネットの一環一つでもやりたいからやらしてほしいと言ったら叱られましてね、何度も何度もそういう話をして計画書まで作って持ち込んだんですよ。懇願したんです。初めて許可を受けましてね、ほんならやれということでやり出したのがこの会社なんです。それでめちゃくちゃ応援していただきましてね、
でそのうち私は独自にその豊田社のサービスを専門にする会社でネットを作ろうと思ったわけです、うん、ところがそれだけでは飯が食えないわけですね、採算、うんうん、ですから販売の方に中古車販売のとこ仕事を進めてた、広めてたんですよ。でそこで国内の苦しみはそういう店の用地確保に大変苦しかったですね、はあはあ、と資金集め、まあ、まあそうですよね。それともう一つね、海外で中古車を売って歩いたんですよ、東南アジア。でタイランド、あの例の小さん言っとったあのブルネイ、あの辺まで、あの辺まで口から、あのブルネイとかサンダカン、コタキナワルという東の端っこまであるんだ、あの辺ですね、あの辺まで売って歩いて、でね、なんとバンコクを中心に月に250台ぐらい売れるまで行ったんですよ。そういうね、まあ言うなら一人で苦労したもんですね、うん、そういうあれは。そういうことで立ち上がったんですね。経営の中で大切にしていらっしゃることというのは、そうするとどういうことになりますか？アメリカへ当時、昭和39年に調べに行ったんですよ、リースという仕事、車のリースを、リースですね、車のリースは、はい、ところが車にサービスからもういろんな事故やっても何やっても保険まで入れて全部で仕上げて面倒見てあげますという、うん、いわゆるフルメンテナンスサービスという、うん、サービスのリースという商品をで僕は独立したんですよ、初めて日本で、日本で初めてですね、リースなんてなかったんですよその当時、うんうん、リースという用語自体がなかったんですね、うん、で独立してバイヤリザイさんですが、それを中心にね、あの車事業が両方で、まあ、急激に伸びていった、はい、その時の大事にした元はね、私は何であれサービスというのは一人一人の社員がやるわけですから、うん、いわゆる価値観の共有をしないことにはバラバラではならんでしょ、はい、価値観の共有をする、うん、それから何よりも社員が幸せに、社員がやる気でやってくれないことには、うん、そういうサービスにしてもらえてもやりませんわね。そうですね。ですから社員第一、社員の生活向上、もう一つ社員の人間力を、今で言う、当時人間力という言葉すらもなかったですが、うん、今で言う人間力向上に努めたんですよ、うん、なるほど。人間基軸教育といいますかね、人づくりといいますか、それを大事にしたんですね。それが良かったような感じしますね。基盤がこう固まったようなね。うん、はあ、まあ、その一つの取り組みといえますか、あの星ヶ丘の奇跡という言葉を生み出したリーダーをお持ちでいらっしゃって、そちらのサービスっていうのは本当に有名になってますよね。結果からいきますと、日本一のレクサス製になっちゃったんですよ、はい、販売台数から何も、まあ、それは結果論で、どういうことでそうなったかと言いますとね、うん、取り組んだ姿はね、私はこれも価値観、意思統一というか合わさないかんですから、価値観を。そこでどういうふうになったかというと、どこにも日本一じゃなくてどこにもない店を作ろうと、どこにもないオンリーワンのレクサス製ということ、その方法は型破りのことをやる。普通サービスと言いますと波のことを、決まったことをやるじゃないですか、うん、それを型破りの、こちらのもうとにかく今までないことをやって感動してもらおうやないかというね、そういうことを言い続けたんですよ。それともう一つ、ホスピタリティサービスというか、心を込めてやると、本物を追求しようやないと。トヨタ自動車はレクサスという作るのは本物を作ってるもんですから、作る方はそれだけやってくださるんですから、販売は我々はもうダントツに、それこそずば抜けた型破りのことをやっていこうということで、いろんな具体的なことをやり出したわけです、はい、そういう方針のもとに。それがね、この本にも書かれていますように、ガードマンに至るまで、朝礼でみんな話をし合って、ガードマンに至るまでが
あの前の道の往復両方のレクサスの車は我が社で買ってなくてもどこで買ってとよそで買ってくださったお客さんでも全部通るお客さん全部今でもですが頭を下げてお礼をするんです。これをなんと、まあ、これで10年になるわけですが10年一日も確実にやっておるわけです。ああ、そうですか。これも驚きですね。やってくださるその社員驚きましたね。別に強制されてるわけではなくて皆さんが自主的に始まったわけですね。それはその考え方を言うてますからね、はい、そういうことでやろうというね、さらにまだ型破りのことは世界で通用するちょい級の、 あのミュージシャンを招いてね、はい、ライブをやるんですよ、はい、それがもう大好評で、ね、素晴らしい、あれそういうこともまあ構想しましたんでしょうね。で僕は始める時に車が3年2年の車検ですから5年ぐらい経つと大概買い替えが始まりますから、うん、5年7年の買い替えの時代は雪崩を打ってうちへ買いに来るから絶対これを信じてやるやないかと。車は買ってもらってからが大事なんですよ、ね、買ってもらってからのありようでお客様は買ってくれるようになるんですよ、売って終わりじゃないですからね、はい、売って終わりならもう二度と買ってくれませんよ、うん、買ってからが我々のやることがあるわけですよ大事な、うん、それを完璧にやるというそういう思いがあの何十人なり何百人みんな合わないかもしれないからね価値観が、うん、そういうことが皆さんよく協力してくれてね僕の言うことに共感共鳴を感じる人だけはこの指を高ってくれてるという言葉で言うてね、まあ、やりだしたもんです。そういう気持ちが一つになったような感じがしたんで、まあ、キリックスグループの秘密がなんとなく分かったような気がしますが、ね、知事いかがですか、はいはい、今のお話聞いててねもう感動しますけどねやっぱりビジネスの成功にその大事な要素ってのはみんな入ってるような気がしますね、うん、やっぱり従業員の皆さんと一緒にっていうところが大事ですよね、はい、というのは大きくなって社長が自分のことだけ考えてたらやっぱり社員がついていきませんもんね、そうしたら大きくなれないんですよね、でこれだけ事業を伸ばされたっていうのはやっぱり社員のことを考えておられる、はい、それからさらにその社員の方々にその、まあ、心っていうかですかね、お客様を大事にしましょうという心を大事にしてそっちをこう中心にして社員と一体感をつけるっていうねそういうことが大事なんだっていうこれを信念を持ってねやっておられるわけですから、だから今のようないい話にどんどんなっていくんでしょうね。これは日本の成功したビジネスモデルでもあるんですね。日本人がまあ戦後ですけどずっとこういうことを一生懸命やってきた、まあ山口さんほどじゃないかもしれないけど一生懸命やってきた結果ですね、海外でも評価されて随分伸びたんですよね、これ忘れちゃいけないんですよ、なるほど、根元は熊野川町ですから、そういうことですねさて山口さんは東海和歌山県人会の会長もお務めなんですけれども、この東海和歌山県人会随分皆さん盛んに活動してくださっているようなんですが、どういったグループなのか教えていただけますか。東海県人会というのは、和歌山県人会というのは創立113年になるんですよ今年。113年、それで、はい、私は6代目の会長を務めさせてもらってるんですよ、はい、どういうことをやってきたかと言いますと、我々はね、まあ、和歌山県の PR なり物産の炊飯が一番大きいですからね、はい、それにはもう一つ私はそれをやりながらその和歌山県の会長をやるのが21年間やったわけですよ、はい、でその間に平成10年から平成25年の15年間は全国県人会の連合会の会長もやったわけ、あ、はい、そこで各県とね、それこそ親しく交わるっていうのがその頃から始まったんですね。そうしますとその全国県人会のお祭りをね、はい、年1回やる大祭りを地元の
自慢物産と50万芸能を出し合って各県が披露し合うんです、はい、でそれを僕の時に編み出してやり出したんです。これが良かった、ね、これが良かったわけですね。はい、私も行かせてもらいましてね、山口、連合会長に呼ばれて、はい、素晴らしい催しですよ。あ、そうです。これはね、まあ、2つ申し上げたいことがあってね、1つはその、この名古屋においてというか愛知県においてね、山口さんが全国のこの県人会のグループの一番のこのトップをやっておられる、つまりいろいろ率いておられてね、はい、でやっておられる、その方が和歌山県出身者であるというのは大変誇りに思うところですね。総理大臣が和歌山県だっていうような感じですから。それからもう一つはね、これは、はい、愛知県が偉いと思うのは、愛知県がそういうふるさと県人会祭りっていうのはね、ものすごく講演してるんですよ、はい、ね、支えてあげてるんですよ、なかなかのもんなんですよ、でこれはね立派だと思うんですよ。なぜならば愛知県今ものすごく名古屋なんて発展してますよね、はい、発展してんだけど名古屋の生まれの人ばっかりで発展してんじゃなくて、山口さんのような方がみんなお越しになって、それで発展してるんですよね。でそうするとそういう来てくれて名古屋のためにやってくれてるこの人たちを大事にさないかんって、そういう気持ちはあるんですよ、はい、これね東京とか大阪とかね、うん、ないですよね。ですね、和歌山もそういう意味ではね、うん、こう気持ちって言いますかね、雰囲気、地域の雰囲気持ってる雰囲気は名古屋と共通だと思いますね。なるほどね、はい、会長に就任されているこの間に和歌山県のではふるさとである熊野川はじめ紀南の方で大水害がありました。その時にも知事大変助けていただいてるわけですよね。大変助けていただいてね、たくさんの方々名古屋というか東海県人会の方々から、はい、いろいろね励ましをいただいたり、それ具体的に資金援助をいただいたりねしました、うん、ふるさとを思っていただいて本当にありがたいと思ってます、はい、いやまだまだ思うようにはできませんけどね。名古屋にいるこの愛知県にいる和歌山県人というのは、うん、本当に気持ちはね、和歌山県ふるさとにおいてこちらで活動しているというね、うん、はい、今改めてこの和歌山の魅力というのはどんなふうに感じていらっしゃいますか？自然資源の魅力というのはもう言い尽くせないですね。それを私は実感しながら育ち、あるいはこちらに来て感じているわけですが、それともう一つね、和歌山田舎へ帰りましてもね、感じるのは、はい、非常にこの気持ちのいい、うん、人情の人たちの県だという感じがしますね。例えばね、僕らの方の田舎でもあるんですが、全く見知らない人が、うん、まあ、来てね、道端通って我々の家へ、まあ、うん、ちょっと立ち寄って話をすると。いう時でも、もうお茶から何から差し上げてね、そのうち話が組み入ってきますとね、お茶がゆを一緒に食べてね、でまた出かけるというぐらいね、見知らぬ人にでもそういうあれはね、普通の当たり前の気持ちでやる、そういう民族性があるんじゃないかという思いがするんですね。そうですね、素晴らしいですよ、そういう人情の魅力。もう一つはその観光資源の中にね、はい、今の熊野三山から熊野古道からね、もういろんな名所がいっぱいあるでしょ、はい、これがもう我々がふるさと訪問でもあちこちもう毎年これ行くんですが、もうまだまだ行きたらまだまだ行くとこいっぱい残ってるわけね。それほど観光資源が素晴らしいですね。これはもっと大きくこうなんか活用したいという思いがしますね。そういう魅力を感じます ね。それともう一つあるじゃないですか、はい、物産の魅力、梅干しから始まってね、みかんだとかもう干物からもういろんな物産が、はい、県人会の祭りでも他の時でもですが、もう全部梅干しなんてもうとっくに売り切れてしまうほど人気があるんですね。魅力ある商品を持って、そういうものを持ってる県ですね、はい、それを痛切に感じますね。あ、そうですか。
知事お聞きになっていかがでしょうか。はいはい、いやいや、その通りだと思いますよ。やっぱり観光がこれから大きいものになっていくんだろうなと思いますよね。でその時に3つ大事なことがあるんですね。はい、でこれはね、一つはね、保全なんですよ。保全、景観条例を作ったりね、それから自然公園法を、条例をね、きちんとしたり国立公園にしてもらったり、そういうものって意識して一生懸命やってるんですよ。はい、守らないといけない。で2つ目はですね、物語をつけていくっていうかね、ストーリーをつけていかないとなかなか難しいんですね。はい、勲章をねつける作業も結構やってる。例えば世界遺産、日本遺産、ラムサール、ね、ジオパークなんとかって、はい、これみんなこういう勲章みたいなものですね。で別に勲章なくたって美しいものは美しいんだけども、価値あるものは価値あるんだけど、それをこの物語にして分かりやすくするためにはそういう勲章があった方がいいから、そういうのがあって今続々とそういうのが増えてるわけです。でもともと世界遺産があって熊野古道とかね、高野山とか、あったわけですけど、それが昨年はバーッと広がったわけですね。はい、追加認定があったんですよ。それから胎児から新宮にかけてのね、クジラ文化ですね。串本ぐらいまで行くね、あれが日本遺産になったんですね。それからエルトゥール号の話なんてのはもう本当に涙が出てくるようないい話ですね。でこれが映画になったんですね。それから世界津波の日っていうのができて、これはもうちょっと山口さんのとこからすると北の方の広川町になるんですけど、浜口五郎さんの素晴らしい話がありますよね。真田丸もそうですよね。でこれからは水の国和歌山っていうね、この熊野川みたいな綺麗なやつをどんどん増やしていこうっていう、そういう感じがある。それをアピールしていこう、はい、水の国和歌山っていうことでね。それからいっぱいこう歴史があるんで、歴史百物語っていうキャンペーンを張っていこうかなんて考えてますね。なるほどね。でね、3つ目はね、これ磨かないって感じですよ。その観光名所そのものを壊しちゃいけないんだけど、その近くまでは便利に行けるようにねしていかないといけないんで、一番大変だったのはもう南紀なんですよね。高速道路がなかなか来なくてもう苦労しちゃったんですが、だんだんもうそのマイナスはなくなりつつあると、今ね、だいぶ来てますからね。なるほど。でこれを加速しなきゃいけませんよね。はい、それからその他の道もまあほどほどに走れるようにせないかということがあると思うんですね。それからね、トイレなんですよ。でね、例の温水洗浄便座付きトイレがビシッと備わってるんで、はい、こんなとこね世界にないと思いますね。なるほどね。それからこれからまあこれ頑張っていかないといけないのはね、私は接客の態度だと思うんですね。方言でいいと思いますけど、はい、方言でも優しいものの言い方とかそういうことをこう心がけて相手の気持ちになってやってあげようというのは、そういう訓練をね、我々もてなし側でもやっぱりちょっとやっていかないかんかなと、そういうようなことをね工夫しながらやっていくとね、これ観光客まだまだ増えると思いますね。そうですね。今調子いいんですよ。実はまあ和歌山だけで言えば観光客の数はもちろん最高いってるんですけど、どんどん更新してるんですけど、全国でもですね、伸び率ってありますよね。去年と比べて今年どうだったか。でそれをね、いろんなところがどんどん発表するんですね。そうするとね、和歌山大体ねベスト5ぐらいに毎年入ってる。非常にいい兆候ではある。だけどまあ今言ったようなことを努力し続けないとなかなかうまくいかない。山口さんお聞きになって改めて何か感じることはありますか？一つ一つ特徴のある町をね、皆さんで町を作ると、観光に携わる業者だけじゃなくて、町上げて観光、そういうね受け入れ、素晴らしい町づくりを、難しいことではありますけども、町上げて作るということが大事だという思いがしますね。そうですね。特徴あるこの一つ一つ町ごとに特徴あっていいわけですね。はい、そうです。そういう特徴ある立国を皆さんで作っていくと、さらに一層良くなるような感じしますね。そうですね。和歌山のご出身でずっと和歌山を思い続けてくださってるというのは、知事これ嬉しいですね。はい、嬉しいですね。和歌山がいろんな条件が悪くて、
どうしても和歌山では働けないと思ってよそへ行っておられる人もたくさんいるんですね。でだけどその中にはひょっとしたらそのあんまり知らなくてよそへ行ってる人もいるかもしれない。でそれはちゃんと情報を提供して、それで和歌山も結構いいですよと言って、その新種の気風に富むね、優位の人材をもう一回和歌山に集めた方がいいということですから、それも一生懸命やってる。でさらにね、実はだんだんと条件がね戻ってきてるんですよ、はい、例えばネットワークの問題とか、観光が増えてきたとかですね、有利な点が増えてきてて、前よりはちょっとマシになってますね、でそういう点ではね、これからねひょっとしたら一回各地で成功している方のご指定、はい、お嬢ちゃん坊ちゃん、はい、いっぺん和歌山にもう一回帰ってきてもらって活躍してもらったらいいんじゃないかと思ったりしてるんですけどね。まあいろいろ夢は膨らみます。なるほど、はい、全国各地にふるさととの絆を持っていらっしゃる方がたくさんいるということで ね、はい、山本さんもこれからもずっと絆を感じていてください。いやいや、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、知事と語るをお送りしました。それでは今週のプレゼントです。今週は和歌山県産ブランドいちごマリヒメを3人の方にプレゼントします。今週のプレゼントクイズです。知事と語るで紹介したのは1番東海和歌山県人会、2番京都和歌山県人会、どちらだったでしょうか。ご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。パソコン、携帯電話どちらからでもご応募いただけます。応募の際はご覧の必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も2月15日水曜日必着です。続いて先週放送のプレゼント、紀州路パウンド5種類セットの当選者です。答えは1番の創業でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。紀の国21、来週は日本遺産に認定されたクジラと共に生きる、その内容や取り組みと和歌山の食を全国に売り込むための PR や商談会の模様を紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼します。